残り1周ブルーフラッグで6番の福村が2番手に上がりました。2度滑りまして矢島は意気消沈であります。4番手に7番の佐久間が続いています。最終コーナーに向かいまして先頭は石井大志、2番手福村、矢島3番手、7番の佐久間4番手、石井大志が優質1番乗り。残り1周のブルーフラッグを今通過しました。さあ3番手内を攻めて小原が潜り込もうとしている。さあ2番の押田と小原の勝負であります。3番手の争い、先頭は1番の岡田野、2番手は3番の林康介、3番手は2番の押田、小原は4番手、まもなくチェッカーフラッグ、1番の岡田野がどうやら押し切った。先頭は相馬、そして2番手争いは1番の丸山に新井日和、攻めるにはさすがに距離がありすぎる。最終コーナーに向かっています。2番手は丸山、開けてくる新井日和、もう限界に達しています。まもなくチェッカーフラッグ、2番の相馬逃げ切りました。残り1周ブルーフラッグを通過しております。先頭6番の斉藤、2番手阿部剛、阿部が狙っているトップ争い、そして3番手井の熊をかわした4番の山田が3番手に上がってきています。先頭斉藤哲司、追いすがる7番の阿部はどうやら2番手まで、6番の斉藤が制しました。冷たい雨が降る川口オート、この雨、水分をエネルギーに変えるのは果たしてどの選手でしょうか。テレタマプレゼンツ川口ナイトレース優勝戦を迎えます第8レース、ゼロ戦スタートは丸山博信、相馬康夫、石井大志、片野理沙、10戦からは林康介、そして20メートルは斉藤哲司、阿部剛、以上の7名による対戦です。1番人気は最重版のインコース6番の斉藤哲司です。10秒前、テレタマプレゼンス川口ナイトレース優勝戦の5秒を切ります。3秒前、第8レース優勝戦スタートしました。2番の相馬大きく遅れを取りました。ハンデゼロからは1番の丸山が行きました。そして石井大志、片野の並び、1番人気の斉藤、好スタートを決めています。早くも4番手のポジション取り、阿部剛もついてくる展開だ。後手を踏んだ相馬は6番手、最後方から林康介であります。逃げるのは1番丸山博信、2番手から3番の石井大志、レーサーこれから2周回目、3番手には片野がつけています。4番手には6番の斉藤哲司、おっと3番の石井大志は滑ってしまいました。ここで石井大志と片野のインコースを狙ってくるのは6番斉藤でありますが、まだ入りきれません。もう一度外から片野をまくり返すようにして石井大志が2番手の位置、先頭を逃げるのは丸山博信、結構なアドバンテージを作っています。残りは4周回、さあ1番人気の斉藤は果たしてこの位置から間に合うんでしょうか。4番手には4番の片野を捉えてくる7番の阿部剛がおります。3コーナーから4コーナーで阿部剛が4番手に上がりました。1番の丸山博信先頭だ。残りは3周回、レーサー前後半の折り返し地点であります。先頭は1番の丸山、まだまだ4写真のアドバンテージがあります。2番手石井大志、3番手6番の斉藤哲司、もう前3人の優勝争いに絞られました。丸山が逃げる、丸山が逃げる、残りは2周回終盤戦です。さあこの位置を守ることができるのか、丸山博信先頭だ。2番手石井大志、6番の斉藤もじわっと3番手から差を詰めてきています。1番の丸山先頭だ、今3写真のリード、石井大志、さらには6番の斉藤が続いておりまして、前の3人接近戦になりました。残り1周のブルーフラッグ、さあ内側から6番の斉藤が攻め上がろうとしていますが、石井大志が蓋をする、石井大志が蓋をする。先頭は1番丸山博信、忘れかけた優勝の2文字がもう目の前に見えています。今最終コーナーを先頭で丸山がクリアしました。1991年4月以来31年11ヶ月ぶりの優勝ゴール、丸山博信、およそ32年ぶりの V、 通算2回目の優勝ゴール。丸山博信デビュー初 V は20代でした。あれから32年の歳月を経て、55歳丸山博信、超久々の優勝ゴールを遂げた模様です。
以上優勝戦実況でお伝えいたしました。不安定走路の優勝戦、勝ち切ったのは1号車丸山博信選手です。丸山選手、慎重に慎重にコースを守って逃げ続ける、そんなレースに見えました。後を追っていたのは3号車石井大志選手、6号車斉藤哲司選手。それでも丸山選手に追いつくことはできず、差は縮まるもそのままのゴール戦ということになっています。確定です。1番2着3番3着6番以上でございました。第8レース優勝戦の確定です。優勝1番丸山博信、2着3番石井大志、3着6番斉藤哲司でした。優勝しました丸山選手の競争タイム3.761、 3.761、 通算431勝目、そして2回目の優勝です。丸山選手、優勝おめでとうございます。払い戻し金です。2連勝短縮、1番3番1万640円、24番人気。2連勝複式、1と3の組4610円、11番人気。3連勝短縮、1番3番6番24030円、56番人気。3連勝複式、1と3と6の組1470円、5番人気でした。その他の結果はご覧の通りです。